皆さんこんにちは。9月12日日曜日、今日は和英辞典を使って英語を楽しく学ぼうの第3回です。皆さんの中には英語がとても得意で大好きな人と、英語が少し苦手でなかなか難しいなと思っている人がいるかと思います。今日の内容はどちらかといえば英語の学習が苦手な人に向けた内容になっています。私自身も中学校の頃はどちらかといえば英語が苦手でした。そして高校に入ってからもその苦手意識があり、なかなか楽しく英語を学習することができませんでした。ところがこの和英辞典に出会って、さまざまな英文に接する機会があり、だんだんと英語の学習が楽しくなって、大学生になった頃には小中学生の成績で言えば5という成績がたまに取れるようになりました。そこで第3回は、今画面に映していますが、どちらかといえば高校生が使う和英辞典を使って説明を進めていきたいと思います。今書店では英和辞典と和英辞典が一緒になった辞典がメインになっていますが、今画面に映している和英辞典は随分前の辞典ですので、和英辞典単独になっています。今画面は「ブック」「本」という項目を開いています。ご覧になったら分かるように、本に関する読む、書く、出版するなどの単語も一緒に載っており、例文も豊富に載っています。高校受験の問題を見てみると、英作文の問題がだいたい最後の方に出てきます。こちらを苦手とする生徒の皆さんも多いかと思いますが、あらかじめ自分が表現したい内容を調べておくと、とてもスムーズに回答することができます。また、英会話が苦手な人も多いかと思いますが、もしもどこかで外国人に出会ったら、自分のことをどのように自己紹介するか、また相手の方にどのような質問をするか、またその質問に対してどのように相手の方が答えになるかということをあらかじめ和英辞典で調べておくと、大変スムーズに会話が成り立ちます。私自身も英会話教室に通っていた頃、最初はとても難しく感じたので、この和英辞典や第2回までに写していた中学生用の和英辞典を使って、あらかじめ会話を想定しながら準備をして英会話教室に通っていました。ぜひ少し英語が苦手な人がいましたら、そのような作業を自宅で進めてください。
また自分自身で和英辞典を持っていない場合は、図書室、図書館で和英辞典を借りて使用するのもおすすめです。そして英語が好きになるもう一点を挙げておきますと、おそらく小学校、中学校までは一つの単語に一つの意味ということで習っているかと思います。しかし高校生、大学生になると、一つの単語にいろいろな意味があるということを理解しておかないといけません。もう一つの辞書を今から移します。こちらは英和辞典になります。ここで注目していただきたいのが book という単語です。誰が考えてみても本という意味になるかと思いますが、実はこの book という単語には動詞の意味もあります。ちょっと見づらいですが、下の方に動詞で予約する、それから記録するという記帳する、記入するという意味がブックの中にはあります。つまり名詞のブックと動詞のブックというのがあるわけです。ブックに限らずどの単語にもいろいろな意味が含まれています。ですから英文を日本語で解釈するときに、その人その人の個性や環境、能力が必要になってきます。例えばキャットという猫の単語で、場面によっては猫ちゃん、泥棒猫、いろんな解釈ができるわけです。ですから自分の個性を生かして、高校生、大学生になったら英文を解釈していただきたいと思います。またこの book という単語が名詞なのか動詞なのか、そこで新たな発見をするとまたワクワク、ドキドキ、楽しく英語を学ぶことができます。以上で第3回和英辞典を使って英語を楽しく学ぼう終わりたいと思います。以上です。